トマス・プールトマス・バーバー作トマス・プールは、イングランド、サマセット州出身の川舐め修行者、旧神派の慈善家、エッセイスト。財産を生まれ故郷のネザーストーウェイの貧しい人々の生活を改善するために用いた、イギリスのロマン主義の詩人や作家らと交流を持つ。その中でも、サミュエル・テイラー・コールリッチとその家族を金銭的に支え、 ウィリアム・アーズワスの死にも影響を与えたことで知られる。プールは1766年、事業に成功した川なめし業者で農家の息子として、サマセット州ネザーストーウェイの村に生まれた。彼は、自分の意に反して父から、正規教育を受けさせてもらえず、代わりに、家族の川なめし事業の修練を積んだ。この職に剣を押しつつも、プールはそれをものにし、 同業者からの評判も高かった。空いた時間でフランス語、ラテン語、人文学や社会科学を学んだ。1790年には川メ市業の会合の代表としてロンドンに出て、翌年、その会合からの指名で当時の首相ウィリアム・ピットに自分たちの尋常を伝える役目を果たした。ロンドンでの経験を通じて彼は求心主義に傾き、 サマーセットに戻った時には自由平等の擁護者となっていた。ただし彼は革命ではなく和平的な手段によってそれを促進すべきだと考えていた。1793年には地元で読書クラブを開き、トマス・ペイン、ベンジャミン・フランクリン、メアリウル・ストンクラフトらの考えを広げた。同年、貧しい人々の生活、労働状況を調査するため、 労働者の格好をしてミッドランド地方を回った。数年のうちに彼は内務省から革命的扇動家、そして国内で最も危険な人物として睨まれることとなった。親類も彼に手を焼いており、彼が恋していたいと、この一人からは政治的理由で結婚を拒まれ、以後彼は独身のままであった。サミュエル・テイラー・コール・リッジ年、プールのに、 彼と政治的見解が近いコールリッチとロバート・サウジーがやってきた。二人は自ら考案したパンティソクラシーと私有財産制廃止という考えを持ち、それらを実現するために親類や友人たちだけのコミューンをアメリカ合衆国のケンタッキー州に作ろうと計画していた。プールはこの計画に対して成功を見込んでいたわけではなかったが、 その政治的理想には大いに共鳴した。ただし、プールはコールリッチの性格と輝かしい能力に感銘を受ける一方、サウジーのことは普通の少年だと感じていた。1795年再びコールリッチが訪れたのをきっかけにプールは彼を称える詩を書き、翌年には奴隷制反対の記事を書いて、コールリッチのウォッチマンに掲載された。ウォッチマンが 商業的に失敗した際には友人たちと共に、コールリッチに経済援助を行った。同年末、妻と第一子ハートリーと田舎暮らしを望んでいた、コールリッチのために、ネザーストーウェイのコテージを見つけてやった。門を挟んで、コールリッチの新居の庭とプールの庭が繋がっており、コールリッチはたびたび訪れては、プールの書斎で、読書や著述を行った。このナノキの木陰、 私の監獄という詩は、プール宅の庭で作られたものである。プールは過激派をかくまっているという理由で、さらに1797年には、コールリッチの友人ワーズワスとその妹、ドロシーのために家を探そうとしていたために、地元でも警戒される存在となっていた。彼は、ワーズワス兄弟に、数マイル離れたアルフォクストンハウスを用意したことで、コールリッチとワーズワスが、 毎日のように意見交換ができた。プールはワーズワスに対しては、初対面の際、これまで出会った中で最も偉大な人物だと感じ、ワーズワスも後々プールの連結さ、事前精神、誠実さに感銘を受けるようになった。プールがワーズワスに語った、サマセット生活のエピソードは後に、サマセット州の悲劇、哀れなスーザン、白地の少年、ティルベリーダニノノーフ、 群れの最後の一匹の中で現れることとなった。またワーズワスによれば、マイケルを書いている際にはプールを念頭に置いていたという。プールは二人の詩人の関係を深め、叙情民謡集が生まれるのに一役買ったのだが、それゆえに自身はコールリッチとの付き合いが薄れてしまったため、彼はコールリッチとの友人関係において、ワーズワスをライバル視していた時期があった。 1798年コールリッチとワーズワスがドイツに旅立つにあたり、コールリッチは妻皿のカ護をプールに頼んだ。コールリッチは翌年帰国したが、そのまま湖水地方に向かい、ワーズワスと再合流した。以後、二人の詩人との付き合いは手紙や時折の訪問によって続いた。コールリッチはプールが占有者と農夫たちと呼ばれる。 エッセイの連載をモーニングポストが見に書くにあたってサポートをしたが、両者の関係はかつてほど親密になることはなかった。ストーウェイ時代の交流を通じて、プールは文学、思想方面での人々、例えばチャールズ・ラム、ウィリアム・ハズリット、ジョン・セル・ウォール、ハンフリー・デイビーとの付き合いもするようになった。反対に、コールリッチに対しては、同情、実務的援助、 資料深い助言を持ってその恩恵に報いた。1802年、プールは事業の運営を一人のアシスタントに委ね、大陸旅行をして、ペインらと出会った。ロンドンでは、役人のジョン・リックマンと知り合い、彼の提案で、給品法志向を促す意図で、ロンドンの統計の仕事に携わった。また、地元ストーウェイでリベラルな思想の実践し続け、1807年に、女性友の会、 1812年から1813年に小学校、1817年に共同組織金融機関を設立し、また1814年から1837年に死去するまで治安判事として活躍した。1807年にプールを訪れたトマスド・クインシーは、彼のことを貧しい同胞、サマセット州南部の木こりや水汲みたちのために身を粉にして働き、 何マイルもの範囲で人々のさかいを調停し、日常生活の指南や相談を引き受けたほどであったと書いている。ドクインシーはプールのことを有益な議員の理想モデルとみなしたコールリッチの意見にも賛同している。コールリッチもこの旧友との付き合いから大きな恩恵を受けており、1809年の友出版時や息子ハートリーのオックスフォードでの就学にあたって、 財政支援をプールから受けた。1834年にコールリッチが死去した時、彼の意志で4つの金の形見の指輪を妻とプール含む近しい友人らに残した。プールは1837年、胸膜炎のため、70歳で生まれ故郷のネザー、ストーウェイにて死去。ネザーストーウェイのセントメアリ教会でのプールと両親の母妃。プールの死亡年齢は、 不正確である。ありがとうございます。